はい、こんばんはね、島津です。前回ね、ホームビハインド、狼の頭にね、やられてしまいましたので、今回ちょっとね、コンティニューしようかと思ったけど、やり直します。1回あとちょっとでね、次のね、あの職業が解放されそうなんですけど、もう1回ね、やんないといけないみたいです。ではね、今回はね、建設労働者でいきたいと思います。体力労働負荷がね、得意な感じ。ここはね、もうご存知だと思うので行きましょう。ふぅ、あのね、攻略ページっていうのを探してみたんですけどね、まあのないんですよね、悲しいことに。お、そしてね、私がね、あの日本のでホームビハインド始めたのが、おそらくね、初めてかもしれないです。ヒットかけたんですけどね、ホームビハインドで検索で、あ、違う、実況で、自分のしか出てこなかった。だからね、もうね、手探りでね、自分でどうにかやるしかね、攻略の糸口はないみたいです。ナイフと、よし、失敗、行こうか。はい、ジャニ村ね。とりあえずナイフだね。ナイフ、そうか、石が作れんだね。石が作れてもね、何に生かせばいいのかが分かんないからね。そうね、どれにしようか。ナイフ、知性は何だっけ、知性はクリティカルと連打力に影響、ここが命中率に影響するんだよね。だからここに振ろう。じゃあバトル、最初オカミね。これ逃げられないから、はい、よいしょよいしょよいしょ。早いね、ナイフは。やっぱ攻撃が、よいしょよいしょよいしょ。まあ、最初はね、こんな感じですな。今回ここに曲振りしようかね。命中率と回避率に影響があるから、まあ飲みましょうか。水汲み、魚を取るのこのパーセンテージはどこで影響するんですかね。わかんないですね。テンションで影響があるのか。 OK、 いいね。もういく、飲める限り飲んでいこうか。 OK、 行こう。今は走りやすい。切れねえな。オッケー。ああ、失敗。じゃあ行こう。ストップ。組み立てられんのが、まあ、石ころしかないんだよ。石ころ、石ころ、石ころ何に使うのかね。まだあんのっけ、これもしかして下に。いや、ねえな。ないよね、ここも。詳細ってあった。ほんほんほん。クリティカルダメージ151。あ、スキルだね。そうね、薬の効能を 20% にしようか。そうだった、スキルもね、レベルが上がったら覚えられるんでした。じゃあ行こう。夜走った方がいいのかな、歩いた方がいいのかな。何これ、砂嵐。移動速度が 50% 落ちる。なんか今出たね。あー、もしかしたら職業がね、なんか解放されたかもしれませんね。開いた、目に入った、なんか。なんだこれ、何これ、トカゲじゃないよね。ちょっと休もうか、砂嵐が収まるまで。 OK、 これ何、
動物の死体、なんかわかんないんだね。食べる。下痢になるかもしれない。腹下しが起きた。肉を取る。あ、いたいた。お腹下しちゃった。 PP だね。あの OPP だね。わかる人はわかる。 OPP 古いかもさすがに。テンションがマイナス 10%。 休憩するとやった。よし、お願い。よし、もう一回。ありがとう。そしてもう一度。あー、ダメか。よし、切ろう。失敗。じゃあ行こう。女の人がいる。いやー、お嬢さん、うん、商売する。あなたから帽子。帽子持ってない俺。物乞いはいいわ。やめよ、強盗も。争いは何も生まないと思う。このゲーム上ではどうか知らん。まあいいや。ね、そんなバカなことばかり言ってないで、住めることに専念しなさい。リンゴサラダ作りましょうか。しょ、ロープが作れるね。よし、こんぐらいかな。いや、お水飲んで、水汲み。オッケー。魚、お魚、お魚、お魚。よし、来たー。あー、失敗。よし、行こう。一応ね、ここでセーブしておきましょう。まあ、今のところ順調ですね、旅は。今 14%って書いてあるね。走った方がいいな。おー、一般客だね。一般客っていうか武器のレベルは戦闘力の向上につながる。武器のレベルアップ。商売。うわー、防具服。なんもちょっとないな、ものが。よし、行こう。どうやってね、レベルアップさせるのかね、もの。これをレベルアップとかできんのかね。できないね。特には書いてない。あ、薬草作れんね。薬草作れんじゃない。薬が作れるよね。ねえ、合成もこれしかないし、ステータスもここしかないし。まあ、とりあえず先を目指そう。反乱軍がね、そろそろ来そうな勢いだから。死体だ。死体だ。おお、靴が手に入った。あー、ダメか。肉を切り取る。めっちゃ下がったね。よし、一応埋めた。ごめんな、生きるためなんだ。食わずにはやっていれない。じゃあお肉を、きっとね、石ころは何かに役立つはずだから信じて、もっとこうね。結構順調ですね、今んとこ旅は。あ、そうだった。そういえば靴手に入れたんだったね。お、防護が1から2ある。移動速度が 10% 上がる。いいことじゃねえか。ほんとだ、移動速度 1.9 ですって今。あ、違う、 0.9 ですって。なんでだろうね。うん、商売。あー、パック入り牛乳。すっげえ日持ち悪そうね。あ、この人たちからで、あの情報聞けばいいね。だけど、あの、減っちゃう。あ、待って、ごめん。この旅は永遠に続いていくようだ。いやだ、戦闘時、防御モードを選べば受けるダメージが低減される。与えるダメージも減るがね。オッケー。あれ？あ、女の人、素通りしちゃった。まあいいや。とりあえず先を目指そう。うわー、金網か。乗り越える。よし、成功。 30% にかけたの回があった。探索
なし、もう一回。ないか。取得。あ、ダメか。見学でテンション上げよう。オッケー。で、食料。ロープがあった。遠すぎる。家ですね。これは？この世の中誰も信用できない。年に行かなくて。商売、キャベツ無理。ちょっと歩こうか。砂漠の村入る。おーっと、虫が手に入った。おお、もう取れるものは取っていこう。すまんな、あさって。大都市に行かなくてよかった。多くの都市は今煉獄。商売する金属がなくなった。叩く。出すもん出せや。クソ、ダメだ。思うようにいかないぜ。いけない。壊す。もう一回。おーし、開いた。おっと、薪があるな。あ、パンがある。芋を盗む。薪か。え、これ薪？薪じゃねえだろ。とりあえず、取れるもんは取っていかないと。やっぱね、盗むとテンションが下がりますね。腐ったもんでもいいよ。うわー、なんかドクロマークになった。切り取る。ありがとう。これでなんか作れねえかな。作れんか。棒ぐらいしか作れないね。あ、スキルが上がった。ヘイトゲージが 10%、 テンションの回復速度 20%、 連打 10%、 連打。ヘイ、ヘイ、商売する。ポットと包帯。いやー、ちょっとね、それはね、つらい。あ、休もう。よーし、結構。あ、なんかついた。元気いっぱい。Hey. 最近難民が一気に増えた。商売。パンと靴。靴は持ってるからいいわ。お、開いてた。ラッキー。切り取る。すまん。Hey. すまんな。バリバリ奪ってるけど。小麦粉と買える。持ってねえのか、俺。どうやらね、この人たちからね、アドバイス聞くしかないですね。休憩。もう一回取っとくよ、休憩。反乱軍はまだ来てないよね。テンションが上がるだけね、上げて。行きましょうか。腐ったもの食って。よし、じゃあ行こう。村長さん、優しいからね、たくさんくれる。若造、どこから来たのかい。ね、これはスキップできないんだね。ね、娘、最近周辺の狼の群れが最大です。そういえばね、私前回狼に殺されたんだよね。水を持っていけ。優しいよね、この村長。はい。この世の中誰も信用できない。どこもかしこも戦争だらけ。最近波が増えた。ダメだ。これと何、焼きポテト。あ、ダメか。3個持っとかないとダメなの。そんなさ、食料ないよ、こんなご時世。商売。キノコ。毒はないはずだ。怖いな。いいわ、ありがとう。じゃあ私は行くよ。さらばだ。リザードンっぽいね、やつが。の死体がまたありますね。下痢になるかもしれない。これね、下痢にならない可能性ってあるんですかね。ほら、やっぱ腹下しだもんね。ダメか。OK。じゃあ、一時ここでセーブ。はい、それではね、ここで一旦区切りたいと思います。今のところで順調ですね。食料も手に入って。うん。
旅的には戦闘にもならなくてね。とりあえずね、ランダム生成だからね、運だのみなところもあるんですけどね。はい、それではね、本日ここまでとしときます。ご視聴ありがとうございました。次のホームビハインドよろしかったら見てください。失礼します。